阿久津賢治は、日本の政治家。栃木県那須塩原市長、栃木県議会議長、栃木県議会議員、黒磯市議会議員を務めた。栃木県出身、栃木県立黒磯高等学校卒業。黒磯市議会議員を2期務めた後、1991年の栃木県議会議員選挙に、黒磯市選挙区から出馬し、当選。以後、 2012年1月まで県議を6期21年間、勤めるから出馬。2006年3月から第94代、栃木県議会議長。2008年3月から、栃木県議会会派の自由民主党議員会の会長を務めたに伴い退任。2005年、乱受報賞を受賞。2009年1月、栃木3区選出衆議院議員の渡辺義美が、 自民党離党。当時、阿久津は渡辺系の栃木県議会議員で組織される自民音誓いの会長を務めていたが、同会は渡辺が離党後、無所属で活動することを前提で、次期衆議院議員総選挙でも渡辺を支援する意向を表明していた。しかし、同年4月、渡辺が足利市長選挙において非自民系の大粒く民を支援したため、 自民音近いは解散した。同年7月、衆議院解散後に、渡辺は、みんなの党を決闘。自民党は、引退の意向を表明していた元法務大臣、森山真由美の栃木3区への擁立を一時期、検討しており、阿久津は森山が、栃木3区で立候補した場合、自民党を離党するつもりであった、と後に、自民党を離党した際に述べた。 2010年6月、同年7月の第22回参議院議員通常、選挙において、栃木県選挙区に、みんなの党が、公認候補を擁立することを決定したことが、きっかけで、自民党を離党し、みんなの党に入党。栃木県議会では、同党の会派、みんなのクラブに所属し、顧問を務めた。2011年4月の栃木県議会議員選挙では、 みんなの投稿人で出馬し、6000。同年5月、みんなのクラブ代表に就任。2011年12月、現職、栗川人の死去に伴う那須塩原市長選に出馬する意向を表明し、翌2012年1月6日に県議を辞職。市長選には、無所属で出馬。悪津は、市長選では、姿勢の変革を主張し、 栗川市政の継承を訴えた、元那須塩原市副市長の君島博士を114票の僅差で破り、当選した。再選を目指した2015年12月の市長選では一期4年間の実績を強調したものの、前回僅差で破った君島に1万票以上の差をつけられ落選した。落選を受けて、阿久津は、政界から引退することを表明した。 2016年1月21日、人気満了により、市長を退任した。同年11月、朝日中受賞を受賞。ありがとうございます。